こんにちは、ザツです、北海道を旅行中ということで、車で移動しています。今回は北海道のですね、ラベンダーを見にやってきました。時期的に、この時期が、一番綺麗に見えるということで、かなり期待しています。人生初体験だらけでめっちゃ刺激的でした。結構有名な場所ということで、富良野にあるファーム富田、という場所に、到着しました。これはまた駐車場がいっぱいあってですね、どこに停めていいのか迷いながら、車を移動させるという状況になりました。そして目についたのが、ラベンダー色のゲンチャリということで置いてありました。まず駐車場からどこにラベンダーがあるのかを探すわけなんですけども、富良野の富田ファーム、というところに来てます。ラベンダーが有名。丘を上がったところでですね、もうすでにラベンダーの香りがですね、すごいな、すごくしてきて、ちょっと芳香剤の香りとは全然違うようなイメージです。上からじゃないの？もっと上に、まあ下は後でもいけるから。怖いね、けどすごい眺め。面白いの、下より。え、なんか種類が違うのかな。ああ、ずっと長い期間見れるようにしたね。だからシソみたいな匂いする。ちょっとシソっぽいよ。あ、そうなん、する。ラベンダーはシソ科だそうです。食べたらシソ。てかめっちゃ晴れてんやん。うん、お、白のやつも混ざってる。白の、椅子が置いてあって、なんだろうなと思って風景を見ると、ものすごくいい景色が、広がっていました。ここで、写真を撮らせていただきまして、ニコンの Z マウントで、35mm の F1.8 で撮影してます。実は去年スーツさんもこちらにいらっしゃってたみたいですね。私ちょっと動画、見てるようで見てなくて、そこのとこスルーしてたんですけども、で、ラベンダーではないということで、書いてありました。色の薄い方がラベンダーになるんですかね。確かサルビアという、ことで説明されていたと思います。F1.8 を開放で撮るとこんなにボケる写真になります。畑の方も素晴らしいんですけど、この丘からの眺めも素晴らしいですよね。
まあどこもかしこも絶景だらけで、さすが北海道という感じでした。そこで撮ったのか。ここから確かズームレンズを使っていたと思います。素晴らしい景色が広がっていました。お花をバックに子供たち撮らせていただきました。ものすごくいい写真が撮れたと思います。子供たちのご要望をお答えしてですね、売店へ向かいました。この売店が多分一番いろいろと置いてある売店だと思うんですけども、下の丘の下の方にもですね、売店がありまして、今回はそちらの方でいろいろ買うことにしました。こちらの売店は、下の売店とは違って結構いろいろな、ラベンダーの商品なんか置いてありました。写真を撮って戻ったら、いろいろとアレルギーのことについて確認をしていたようです。大丈夫です。はい、ありがとう。メロンがたまたま売り切れだったんですけども、下の売店まで行けばメロンが売っているということで、下の売店へ行くことにしました。この道がですね、ものすごく綺麗ですね。きっとドラマの撮影かなんかで使われているんじゃないかと、でも調べてません。下からの光景は本当にいろいろな色がですね、重なり合ってて、とても綺麗に、写真の撮影も、下から撮る方がほとんどのようでした。こちらが、ニコールの 200-500mm の F5.6 で撮った写真です。圧縮効果を使っていて、かなり、迫力のある写真が撮れたと思います。
結構レストランとかあるみたいで、いろいろと、見たかったんですけども時間がなかったもんであまり見ることができませんでした。雰囲気はとても素晴らしかったと思います。ここがさっきのあれ、追いかけたとこでもうメロンとですねソフトクリームを食べてました。すごいなんか爽やかね。切れないよ。パパ食べないの。お腹いっぱい。あと大丈夫です。すいません。美味しいものを食べたのか皆さん、かなりテンションが高めでした。こういうデッキの暗いとこから明るいとこを見るととてもあの色が映えるように見えますよね。ジブリのような雰囲気、風景が見えます。でも3時からやろう。なんやろな、これ。ダメダメ、触ったら噛んでちゃうか。高橋機械ちゃうか。飾りか。うん。石鹸だけ買ってこいかな。うん、買ってったら。帰りにですね、あの最初に行った売店へ行って、石鹸など、買って帰りました。もっと時間があればですね、いろいろと見て回れたと思うんですけど、あまり時間がなかったもんで、こんなもんで、今回は終わりにしたいと思います。開いてるよ。それでは次の工程へ向かうことにしました。本日はご視聴ありがとうございました。ありがとう。